よいしょ。この後、一応、まあ、皆さんに、違う、その、心配してあるようなこと、皆さんのことをね、自分は一体、誰だったんだろうと、何だったんだろう、まあ、この物語の中で、誰だったんだろう、どんな役だったんだろうっていうのが結局、どんな生き方をする遺伝子だったんだろうな、僕はこれは、この体はとかね、この時間はとか、いうところになかなか至らないでしょ。それはまあもそうですけど、その前にじゃあどうしても思い出さないといけないことがいっぱいある。それは、前世の記憶とか、前世以外に前世ないわ、あれね。前世の記憶って実はないの、ほとんどないの。霊界の記憶ばっかり。おかしいでしょ。って生まれたら、記憶、はっきりしないし、でも、しばらくはっきりしてる、だんだん忘れて崩れていく。で、新しい人生の自分自身ってことすら分からなくなって、ね、で、だんだん物心がついていく。物心がつく前の全く何も分からない状態の前にすごく覚えてる時期がある。で、その前は霊界とか死後の世界だったのね。使って死ぬからね。で、その世界の、あれは一体な、何だったんかな、多分謎があるの。一体何をしたか、何を言ってるんだろう、あれはって。それを思い出したい。それから、思考回路とか、自分は一体どういうことをする遺伝子なんだとか、どういうことはいいと思う。自分でいいなと思う。それ自分で嫌だなと思う遺伝子なんだろうかっていうとこ大事です。実際、その、言い悪い善悪、好き嫌い、好を、それから、何があるのかなと思ったら、まあ、できるできないみたいな、まあ、うまい下手みたいな、そういうのがあるよね。そんなのは、きっと三元論ね。だからまあ、最初に好き嫌いがあって、で、まあ、できるできないもあって、それが、まあ、好き嫌いが水ですよね。で、できるできない、うまい下手が好き。で、まあ、もう一個の要素、まあ、芝みたいなね、バータの要素は、言い悪いもんな。そこで初めて、なんか変な分別がつくんじゃないかなと。で、その後の4種類の職業的意識みたいな、そういうのについて。それは完全な魔術の話ですけど、でも、なんか、どういう意味あれっていうのがあるの？あれは、例自体が本当分かってるのかなと。それだから、なんかそのシナリオに合わせてどんな遺伝子だってもうそのシナリオに合致させられてしまうとそうなっちゃうのかなぁ。これ変だねって結構ある、ね。それはね、ゲームブックと関係ないの。そんな物語にしようと思っても、我ながらね、説明できないの。シュールリアリズムとかでも大事に出たり、自分に続けるじゃないっていうか、まあ、まあ、それは霊界の話なのかな。でも、不条理でしょ。だけど、不条理の意味探す必要あんのかなって、なぜならそれ、きっと遺伝子組み換え的な、その、付け焼き場の遺伝子、思考回路をその、取ってつけたようにして、まあ、その組み合わせの遺伝子で、生きたり、実際に生きたり、まあ、体に回れたり、まあ、死んだと、そのメンバー、ほぼそのメンバーで転職されたりし、してない弱い結合の遺伝子、まあ、RNA になりやすいよね、分、切れていってね、分裂して。そういったものを一生懸命それらの形にしようとしたら、その DNA は、プラネタリウムみたいに、まあ、霊を投影するね、一応、肉体になる前はね。それ、と思うの。で、それが、どこに行くんだろう、じゃなくて、それが、なんであんな行動したんだろうっていうのを、なぜそれがどこに行くんだろうって考えたことは、思考回路っていうのは、何かをなすというよりか、どっかに行くってことなんだよね。それ、実に分かりにくいの、今。でも、今死ぬわけにいかないし、そういう変な、変性式になっても仕方ないんですよ。なんでかっていうと、それで物語を書いて、ちゃんとその自分が行きたい世界どんなか、確立していきたいからね。自分の世界の話なんだから。でも、その準備期間としても、あれは、感情でしょうけど、その変な奇妙な行動は。それをご本人の
ま、自害で死も霊界になっている世界の、霊界にいるその遺伝子が説明できない。しようとしてもできない。したくない。とか、なんだろうって。で、それは、もう、目くらましとか騙しとか、そういう詐欺とか、そんなんじゃなくて、本当にあの遺伝子でも、なるほどな、なるほどなと思ってたような気もするの。そういう遺伝情報だったのかな、うちって思うんだよね。ソリウスとかみんな言う前にどうなるのね。そんなもん、ちょっとぼーっと考えなきゃね。皆さんも、皆さんはその自分は一体何様だったんだろうって、どっちか言ったら何者だったんだろうっていうのは、一体何様だ、何さ、俺って何様やねんじゃなくてね、何様だよ、お前じゃなくて、そう、何々様。なんか尊敬されるべきなんか素敵な配役を求めてる俳優、それは以前はざっくりサロンに見てたりしか、サロンないとかですね。だから、その、何を私の世界にね、期待してるかって、もう来た以上は楽しまなきゃね、なかなか帰れねえしってことでしょ。そうなっちゃう。今わかるけど、うちの気持ちなんか踏みにじってるよね。そんなの一種なんかな、私が思ってるようなあれは。